速いボール、スイングアウト、146キロ。次の対戦でも前の対戦優勝です。そうですね、ただあのタイプがちょっと違いますね。そうですか、はい、出塁田中健介はレフトの前です。入れると思うんですけどね、ラストバッターの内川、初球を打ち上げて、今日ファーストには山川が入っています。ファールグラウンド、セーフティー長く持って、速いボール、2打席連続の三振、いずれもまっすぐです。今日の兆しがあるんじゃないかな。中島拓也打ち上げてレフト先制のホームを踏んだ友達、はい、では一塁ランナースタートの構えで、このボールは外れた。素晴らしい球種、これホームラン引っ張って右中間。今日は田代がライトに回ってくる攻撃です。初球レフト後方、この先の前突っ込んだ、ワンアウト。足が速いですね。いや、そうですね、かもかもですね。セーフティー、ダルマ打ち上げた、ライトフライ、浅村が下がって手を挙げています。最後のボールに当たりました。それがカムスパー、ただ、投げの方のスタミナは、今度はちょっと違う、走ったりするスタミナも投げる方はやっぱりそのボールはインサイド、あーこの半分はやはり、はい、どこ狙いっていうのはやっぱり、ちょっと考えるところがいいのし、普通の6ですね、ピッチで考えてますね。石井はレッドで初球狙った、そのところだ、ヘッダー、スリーアウト。満点のピッチをなんとかゼロでしのぎました野上。